PSRJ1909 から3744と EQJ19947 から374414とは地球から見て南の冠座の方向に約3720光年離れた位置にあるパルサーと白色矮星の連星である。PSRJ1909 から3744は 最も深淵に近い周回軌道を持つ天体である。PSRJ1909 から3744は0.002947108021647488秒に1回、すなわち1秒間に約339回時点をしているミリ秒パルサーである。時点周期は18桁目まで正確な値であり、不確かさはプラスマイナス30から19秒である。 この正確な自転周期を利用して、後の章で述べるようなこの連成形の正確な軌道要素が測定、計算できる。PSRJ1909 から3744の質量は、太陽の約1.4倍であり、中性子星の質量の上限であるトルマン、オッペンハイマー・ボルコフ限界の下限値に近い値を持つ。磁場は 9200t あり、地磁気の 数億倍も強いが、一般的に1000万 t に達する中性個星からすれば、極めて弱い。固有うう運動と年収しさによって求められた、計算上の年齢は140億歳から190億歳で、ある。白色矮星の EQJ19947 から37万4414の物理的性質は、 PSRJ1909 から3744から間接的に推定されており、PSRJ1909 から3744ほど詳細はわかっていない。EEQJ19947 から374414の質量は、太陽の0.20倍と推定されており、PSRJ1909 から3744の 約7分の1の重さである。表面温度は摂取8200度と、白色矮星としてはやや低温である。PSRJ1909 から3744と EQJ19947 から374414の軌道の概念図。 PSRJ1909 から3744は EQJ19947 から374414よりも重いため、より共通重心からの後点半径が狭い。PSRJ1909 から3744と EQJ19947 から374414の連成形は、 PSRJ1909 から3744の自転周期から、互いの共通重心を1日12時間48分10.032518秒で、公転している。公転周期の不確かさはプラスマイナス8.6、10から7秒である。公転周期と質量から、それぞれの共通重心からの軌道長半径は、 PSRJ1909 から3744が 57102.2469kmEQJ19947 から374414が 4022605.6481km であること平均軌道速度は PSRJ1909 から3744が 秒速 27.0364343kmEQJ19947 から374414が 190.767383km であると求まる PSRJ1909 から3744と EQJ19947 から374414には質量差があるが 一方が他方を圧倒するような関係にはないため、共通重心は、それぞれの天体の外側にある。軌道の離心率は、PSRJ1909 から3744は知られているが、その値は0.0000135 00プラスマイナス0.00000012と極めて小さい。これは2013年現在で知られている限り、 最も深淵に近い軌道を持つ天体である。比較を述べれば、例えば地球は0.0167、基地で最も深淵の軌道を持つ太陽系の天体である、海洋星の衛星のトリトンでも0.00016である。このため、直径約114万キロメートルの軌道の中で、共通重心に対する近点と遠点の差はわずか八メートルである。 PSRJ1909 から3744と EQJ19947 から374414は地球から3720光年という遠距離にある割には設計方向にマイナス9.5マス年、石方向にマイナス35.9マス年という大きな固有運動を持つ。このことから接線速度は 秒速 200km という速度で動いていると考えられている。ありがとうございます。